15年前、僕の初恋は切ない嘘から始まった。こんにちは、百瀬陽です。これからどうぞよろしく。それはつまり二股的な。これは俺たちだけの秘密だ。仲が良くていいね。それでいいの？宮崎先輩には。だってあんた人を好きになったことがないんだね。好きな人と思いが重なる瞬間が1秒でもあれば、それは幸せな恋なんだよ。一瞬以外全部他の人のものってことだよ。分かってるよ。だって好きになっちゃったんだから。先輩にとって百瀬って何なんですか？なんだよ急に。マジになんだよ。こっちを向いてよ君の宮崎駿あんな奴のこと知らなきゃよかった。ずっと他人だったらよかったのに。こんなの知らない方がよかった。いつまでも消えないまま足りない言葉や不器用な。あの時言えなかったことがある。今でも伝えたい。百瀬、こっちを向いて。